ウラン隊は、真の軍人、字は、エンカオル、満州聖高貴人、ジャハーンギール法者の放棄の鎮圧に、新教に赴き、功績を挙げた。下記のエキスパートとして知られ、1847年に、関東福都等に就任した。1851年、厚生省で、太平天国の乱が拡大すると、ウラン隊は、出陣を命じられ、 緑英の声援500人を率いて、厚生省に赴き、金佐大臣蔡子安画の指揮下に入った。しかし、新軍の内部では、ウラン隊と厚生提徳向き境の関係が悪く、連携が取れない状態であった。そのため向き、境、旗定蔵、ウラン隊が竹吉に太平天国軍を包囲していたが、増州を奪われてしまった。ウラン隊は、 増収中坪に寄っていた太平天国軍を攻撃し、千人余りを殺害した。秋に太平天国軍が、桂ツ平身居によると、ウラン隊は、四方から攻撃して幕村で1日に七勝を収め、数千人を切った。やがて、太平天国軍が永安を陥落させると、向井久志が北ろを、ウランタイは難度を取った。しかし、両者の意見が合わず、 戦闘は長引いた。1852年2月、太平天国軍は永安を捨てて、慶林に向かった。ウランタイは追撃したが、険しい道と雨のために総兵4人が戦死するという大損害を出した。追撃を続けていた、ウランタイは慶林場外の将軍橋で被弾し、20日後に死亡した。ありがとうございます。